ったなお前。やったな。またまた問題発生やしばふん。家庭訪問。何それ。誰それマジ。言葉変わったし。はい。回ってる？はい。回ってんの？はいそう。はい、くる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 回ってるの新しい入りちょっとうざめ回ってるの参加しない回ってるの参加しないでやったなお前やったなまたまた問題発生やしばふんやったなお前何をすかお前やっただろふざけとるやんTikTok言ってんだよな、はい、で今フォロワー何人だよ1500嫁まで出て子供も出てお前も踊ってやってるよな、はい、そこでお前俺が家に来るかなんかって言っちゃったよな違うそこでじゃないよ YouTube ライブで言ったんですかーこんにちはネタバラしちゃったでもうちの嫁は知らないですチンチンは守りがちチンチン急にて守りがち朝からそれはいいやまあ、はい、なんか子供がおるとか男の子だとか女の子だとか、はい、もう俺に言う前になんか TikTok で言っとるらしいなやばいそれはそれ動画になったやん一本もうこれ決定何が決定何が大丈夫じゃあ出たまた出た家庭訪問何それマジで息合わん二人が出とるでもここは竹さんのうちに竹の奥さんとバトルで会ったこと本当にバーベキューしか会ったない会ったことないんじゃないバブシュ喋ってバブシュバブシュバブシュ何それ誰それ言葉変わったしバブグエ切って食べちゃうよそのまま食べないよ誰もじゃ去年のなんかやったバーベキューでしか会ったことないんじゃないですか2回ぐらいしか会ったことないな2回ぐらいで電話でちょっと喋ることがあったぐらいじゃないですかで俺のこと動画で見ておいてあんまクソ社長だろいい印象がなかったりしてねだ滝さんが実は家で悪口言ってるかもしれないですねお前ないですよないですよ言うぞお前言うぞ嫁に内緒で前借りしてること言うぞいや嫁公認ですよ奥さんに言わないと無理ですよねだって奥さんがお財布だったらはいちょっとまあ家庭訪問してみようか、まあ、TikTok やるってなってなんか一回動画一緒に出たいねとか言って言っとったよね奥さんとなんかはい出てないよね出てないですよなんか出んのいやいやいやもうだってお前家来て何年1年今年の10月で2年今年の10月で2年まあ1年半ぐらいそうですお前どんだけなミオも1年ちょっとかなミオ12月だから1年2ヶ月とかあ、2ヶ月後なんだそうです多分岡部さんと近いとこ言ってたよみんななんか岡部さんがいつも言ってくる竹さんより後する俺より前ですええ2ヶ月前じゃあ竹さんのが近いんだ多分松田さんは岡部の1ヶ月前あじゃあ松田さん竹さんあ岡部さん奥さんじゃないからね松田さん岡部さん竹さん美代だ美代がうんあレイはその後まあまあ後じゃないですか半年後ぐらいだと思う多分まだまだあいつ1年も経ってないんだ合計しても1年してないんじゃないですかああそういうことだお前も1年なんぼだってそんなまあ俺もあんまりなんか社員と飯食わなかったしなこの話そうっすねみんな食えとか家族連れてバーベキューやろうかとか最近ないもんな、ね、お前バーベキューの会社出たことないんちゃうあるプレゼントあった芝藩でやったやつがあれじゃん俺持ったうんあのドバでやったじゃん生ライブやった俺持ったうんでもタッケさん結構ご飯とか参加してくれがちだよなんかお前の嫁がなんか目を向けないんだマジっすかマジっすかそんなそこ面白いかもしれんな何その時は俺がカメラマンで、
お前が、うん、夫婦夫婦で会って少佐も連れててこう、そうそうそう、少佐、うんうん、が俺がなんかどの子なんか見たくねえじゃん別に。でも出たがるから安井さん連れてた方がいいよそれなら出たがるから、こう喋ってるかもしれないそうそうとか、もうカメラそっちのけで喋ってるから動画になってないかもしれない、せっかくのあれが。あ、いいな。え、その夫婦同士で何をするの、バトルで何をするの。いや、なんか分かんないけど、なんかそんな仲悪い感じじゃないですよ。人の心をむき出しにするのが得意だから。思ってる以上に武さんの奥さんがなんていうの、静かとかおしとやか系じゃないですよね。割、それ悪口だ。違う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 。割と見た目によらず、そうそう、ハキハキ喋るなんて言ってくれるから、そういう裏表があるとかないから。あ、なんかそんな感じだよな。喋りやすいよな。うん、なん、そう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 。もう別に、あ、どうも、あ、社長お疲れ様ですみたいな感じでもないじゃん。そうそうそう。いや、私それやってないですとか言うタイプだよね。そうそうそう、はっきりちゃんと言ってくれるから、そうそうそう、喋りやすいよな。話しかけてくれるし、うん、仲悪いって感じないですよね。仲悪くなってよ。なんで女同士だから仲が悪くなればいいんだ。なん、最低この人女だから女だから仲が悪くなっちゃえばいいんだよ最低、みんなこの世の女性全員的に回した発言だ今の。なんでなんで、いいじゃん家庭訪問マジよ。だけどお前らとか家族行くならあんまり家上がるのやらしいか。会社で面談するの。え、それ面白くないよな。会社一回来て動画撮っとんじゃん。撮ってますよ。奥さんだけが来てくれた。来たよな。で、家庭が見たいよな。家庭が見たいんだ。人も。人も家庭が見たい。でも私の場合別に1階と2階で分かれてるから1階別に。あ、そんないいとこするの。1階にリビングみたいな感じで2階が部屋みたいな。だって申し訳ないですけど、滝さんち YouTube ライブさせていただいたんで。まあ、そう、週1回やるってやつどうねと思う。すいませんやんな、お前。おい、寒い階段か。身をぶち切りました。本当に変わったじゃん。じゃあ、こっちましょうか。お前、どうなってる、どうなってるって言わない。すぐ消えてるよ、なんか、お前。まあ、今週は今週はって言っとったやつぐらいしかやってないんじゃない。その後もやってる。翔さん協力してくれたもん。いや、それぐらいの時まで俺言っとったじゃん。今週は畑で言われてない週もやってた、ちゃんと。そのだけだけ。おっと、もう一回やらなくなるとやらん気づいたらもう3週ぐらい飛ばしたな。3週くらいかな。もっと飛ばしてると思う、うん、今週からもう一度、来週から。そういうこと。矛先変わりましたね。矛先が危ない危ない。自分でボケ触りましたからね。そういやライブあったなと思って。もう全然ミオ記憶から消してた。来週から再開できたらと思います。来週からです。だって今週もだって終わっちゃいますもん。ショート動画結構頑張って毎日上げてる。ショート動画結構 TikTok とかの方で安井さんと交互に。東京行ってるよ、上げた。ミオ上げてない。安井さんに上げてくださいって言って。じゃ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 ネタがなくなったから、ミオが安井さんが持ってるって言ったから、あ、それ上げてくださいって言って上げてもらった。上げとった。安井さん上げてくれた。YouTube の月曜日から金曜日から日曜日までで5本だろ。それはちゃんと管理しよう。夜の夜中でもサムネちょっとくださいちゃんと来る。あ、YouTube で。やれんことはないわ。俺はそう、そう思うとんの。ある程度まあ、もういいよ今日昼から帰ってとか、全然いいと思うとんの。その代わり夜ってこと？俺らの仕事24時間。コメント返しとかもあるし、コメント承認とかもあるかな。夜遅くに寝る前にちょっと承認とかもあるから。そうそう、気が向いたらじゃなくて、なんて、あってなった時に見てるみたいな感じです。で、ましてやこいつは、まあ、一応タレントだけど、もともと顔出しも何もしたくないってことですが、まあそうですね、まあ、動画も出て、今もしたくないやってるから、今もしたくない。アイドル希望。アイドル希望。違う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 、その希望アイドルになりたいとかじゃない、アイドル系の、ああいうふわふわ系女子になりたいってだけですからね。でももう、ちょっと、ね、たちょうど俺らの直で止まりやがって。ちょっと映らま青すぎて。じゃあ、タケロ、家庭訪問確定でいい？大丈夫です。奥さんにも買ってみましょう。マイクこっち側です。寝てるんじゃないですか、ネオちゃんと。ネオちゃんと寝てるかもしれない。ネオちゃんと寝てる可能性もあるし、妊婦さんってやっぱ眠くなっちゃうっていうから、一緒に寝ちゃうとかありますよね。はい、ありがとうございます。はい、マシマシ材の買い取りとハガドルシャツ、はい、まあ、今ちょこちょこ好評で売れてますんで、本当にね、なんか杖ついた人が杖なくなったって。それ本当に言うんですけど、あの人だよ。1回目はキムが杖ついてきて、2回目は服着てきて杖いなくなった。本当に？マジでしょ。
それ動画にした方がいいよ、ね、今の美桜ちゃんの反応めっちゃ良かったですね。顔本当にえそんななんかやばい顔してる言ったるよ、これはこれはもう言ったるよ。あの一つ言わせてほしいのは、毎回こっち側の人大げさすぎる。いやそこまでやってないだろうっていうぐらい、鏡石あげたいぐらい、いやいや本当に大げさすぎて、あの視聴者からしたら本当に妙やばいやつだと思われるから本当にやめてほしいんです。はい、じゃあ まあまた見てください。お願いします。また見てね。じゃあまた見てください。ちょっと待ってるな。誰